経済地理学は、経済諸活動の分布や、空間的異、空間的相互作用を対象とする学問分野である。経済学と地理学の両方に関連し、両方からのアプローチがある。農業、製造業、商業、金融業、観光業など諸産業の立地や、集積の形成、財の流通、分配における空間的流動、消費局面における空間的異などが、 主な研究課題となるが、これに対するアプローチには多様なものがある。経済地理学が対象とする経済諸活動の分布や空間的際の記述は、かつては人文地理学の一分野として取り組まれていたが、近代科学の登場とともに記述から説明が学問の主要な原理にとって変わると、このような経済現象の空間的際を経済学の論理を用いて説明する試みが、 行われ始め、経済学の一分野としての経済地理学が成立した。現在でも、経済地理学においては、経済活動の知種学的技術に比重多く、伝統的なアプローチと、立地論など抽象性の高い理論に比重多く、理論的アプローチが常に並存している。一般的に言って、前者の技術的立場は、人文地理学を背景とした、経済地理学者に多く、 校舎の理論的立場は経済学を背景とした経済地理学者に多い。日本では1954年に経済地理学会が設立された。19世紀にドイツのヨハン・ハインリッヒ本中年は中心に一点の需要値がある以外に全く均質な農業生産空間を前提し、そこに 距離という空間の要素を取り入れたとき、いかなる土地利用の不均質性ができるか説明する、論理を構築することに成功した。20世紀に入り、やはりドイツのバルター・クリスタラーは、人口が全く均質に分布する、需要空間を前提として、財の到達範囲と呼ぶ消費者行動の距離的限界から、多様な種類の財の配給拠点から少ない種類の拠点に至る、 中心地の階層体系が成立することを論証した中心地理論を提起した。これらの今日では古典となっている立地論研究により当初前提された均質な空間の上に経済活動によって不均質な空間が成立することを説明するという私学の課題が明確になり経済地理学は経済学の一分野としての地位を確立した。戦後、 ドイツを中心とした経済地理学の伝統は米国に移り、ウォルター・アイザードがこれまでの立地論や地域経済論を総合して近代経済学の立場から経済の空間適切を説明する論理を構築した。また、1990年代以降、米国の経済学者、ポール・クルーグマンらが国際貿易理論から展開して、 収穫定増を前提し数理的な手法で特定地域への集積を説明する理論を構築し、それを新経済地理学と称した。また、同じ米国ではマルクス経済学の流れに立つ経済地理学ではもともと人文地理学出身ではあるが、マルクス経済学の徹底した習得を果たしたデビッド・ハーベイや制度派経済学まで含む統徹した。 経済学理解を獲得したアラン・スコットラーを中心に、マルクス経済学を空間的に展開する新たな理論的試みが1970年代後半から展開し、これらはその後、批判地理学という大きな流れに成長していった。これには海外の人文地理学者も加わっており、経済地理学の中に文化的要素を取り入れて、 経済地理学の文化論的展開を図り、社会学のカルチュラルスタディーズとの学術的交流による空間論の建設的な使用へとつながっている。ありがとうございます。